もともとは急行リジェリーの頃ですよね。もともと寝台車っていうのはディーゼルカーが当然ない形式で、はい、ないですね、はい、でなんだけどディーゼルカー、まあ、客車列車マリモが廃止された後、うんうん、はい、その183系になるっていう時に、はい、寝台車をディーゼルカーで引っ張るという、はい、これはもう本当に JR 北海道だけの、まあ、いろいろとそれに伴って、はい、そこいろいろ改造しなきゃいけなかったような、ね、はい、のはなんか、はい、昔読んだことあるんですけど、これはもう本当北海道だけのスタイルでしたよ ね。ディーゼルカーに客車が挟まれてという、はい、まあ、これも、まあ、そんなに夜行列車ですのでスピードがいらないの で、ね、はいはい、ただなんかエンジン音は結構なんかウィン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 言ってたような気がするんですけどね、昔は車掌室付きの、はい、スハネフ14、はいはい、と、はい、オハネフ10、はい、オハネ14ですか、はい、2両連結してたんですよね、うんうん、はい、でスハネフ14というのは電源用にディーゼルエンジンを積んでたもんですから、はいはいはい、これ結構やかましいなんですよ ね、 ですね。だからこう好きな人はやっぱり、はい、寝たい人は、はい、お羽の方にお羽の方の、号車を指定して、はい、こう寝るとよかったよっていう、これはもう完全に客車ですんで、まあ、前後に、はい、ディーゼルカーがついてても、ほとんどもう音がしない、静かですよね。そうですね、はい、本当に客車に乗ってるっていう雰囲気を味わえてよかったですよね。よかったですよね、はい、なんか列車が止まるとシーンってなるんですよね。あ、そうですね、客車の場合ですとね、はい、でそれがね、私ちょっと嫌だったこともあって、なんかいびきとか聞こえてくるじゃないですか、シーンとなると。あ、でも結構あれじゃないですか、夏場だと結構カエルの音とか、はい、あ、鳴き声とか聞こえますよ。そうですね、ありますよね、こう帯広とか、はい、ああいう大きな駅はさすがに街の中なんでしょうけど、はい、運転停車とか、はい、信号場とかですね、はい、そういう時に結構そういう音とかも、そうですね、シーンとなった時にケロ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 とか、ね、たまにスズムシみたいな、スズムシみたいな虫の熱中ですかね、はい、聞こえてきますね、そういえばね、いびきに混じって聞こえてきますよね、まあ、そういう、なんか思い出もあるんですけども、はい、鉄人と高さんはなんか最終日に、乗車をされたというふうに、ちょっと、はい、基本的に僕はあんまりそういういわゆる葬式鉄的な、そのものはしたことがなかったんですけど、はい、生まれて初めて、はい、最後の列車っていうのに、まあ、せっかくだから乗るかということで、はい、あの時は往復、ま、マリモの切符ありましたよね。あ、ありましたね。1万円かなんかで、はい、自由席、自由席ですね、はい、自由席が乗れるよってやつ、はい、それを購入して、はい、きつかったですそうですね、土曜日の夜、はい、釧路を出る、はいはい、1日前のマリモに乗って、はい、マリモ乗って釧路から札幌ですね。で、そうです、はい、で 6時ぐらいに札幌着いて、はい、で1日散歩切符かなんかを買ってですね、でその当時まだ道内乗りつぶしの完了してなかったので、お、はいはい、それで日高本線を往復して、お、結構ハードですね。ハードです。あれハードでしたでその後、はい、夕張支線を、はい、そこが取り残し で、はい、でそれを乗って一応道内環状、あ、なるほど、それで、夜また札幌に戻ってきて、はいはい、最終列車に乗って、だと、まあ、乗ってた人の7割8割は、まあ、その筋の方ですか自分が言うのもなんなんですけど、その筋の人でですね、で、まあ、ほとんど寝ることもできず、そうでしょうね、まあ、まあ、夜中中歩き回ってるわけですよ、そうですよね、その筋の方々が、はいはいはい、なもんですからなかなか寝れませんでしたけどね。だけどやっぱりこう、はい、釧路駅着いた職員の方、JR の職員の方がこう、はい、お出迎え、はい、はい、していただいたような記憶がありますけどね、はいはい、そうですね、はい、いや最終日の朝は、ね、私も実は釧路駅のホームにいたんですよ。あ、そうですか。一番線、あ、うん、あ、違うの、一番線、一番線ですね、ですね、そうですよ、はい、来まして、あ、来ちゃった、これで終わりだよみたいなような、感じだったんです。ちょっと寂しい感じがしましたけどね。じゃあここでですね、鉄ネットタカさんが、はい、最終日の、はい、マリモ、はい、釧路到着最後の最後の音をお別れのアナウンスを、はい、突
ってきたので、はい、それをちょっと聞いていただきましょうか。はい、釧路からのお乗り換えの列車ご案内いたします。厚岸跡湖方面根室行きの快速花咲号、厚岸跡湖方面根室行き快速列車花咲号は地下道通り2番線地下道通り2番線5時55分標茶摩周方面網走行き、網走行きは地下道通り3番線地下道を通りまして3番線5時59分の連絡です。1951年よりマリモとして多くのお客様に支えられ運行してまいりましたが、この列車を最後に運転を終了させていただきます。長い間ご愛顧いただきましてありがとうございました。なお引き続き JR 北海道ご利用くださいますようよろしくお願いいたします。お降りの際忘れ物ないよう寝台の周り座席の周りなど今一度お確かめください。特急マリモご利用いただきましてありがとうございました。降り口は右側1番線到着です。なんかちゃんと車掌さんも最後だよっていうちゃんと言っていただいて、まあ皆さんこれで本当お別れですよっていうことなんでしょうね。はい、まあなんかで夜行列車の朝の感じがなんかちょっと本当こうなんか気だるい感じが出てて、そうですね、あれ確かどの辺だったかな、新富士、通過したあたりですかね、はい、あれが流れただからほとんども徐行みたいな感じですよね。そうですね、その時点でアナウンスをしてるわけですからね、はい、けどこれ本当乗れた方しか今ね聞けなかった、そうですよ ね、そうですよね、貴重なレアですよね、はい、ほとんど満席だったんですよ、自由席、いやそうでもなかったですね。あそうですか、はい、いやあれですよ、あの札幌駅から新札幌までは、もうフルでしたね。しかも立ち席の、はい、だからあの本当に札幌近郊の方が、はい、あ最後にそこで雰囲気だけということで、一駅だけ時々払って、で乗車証明書ももらいつつ、多分切符ももらって、何十人っておりましたもん。あそうですか、はい、じゃあ夜行として乗ってきた人はあの、まあ、超満員とかっていうわけではなかったんですね、まあ、寝台とか指定席は逆に混んでましたね、自由席だとやっぱり信じられないことに給料編成でしたから、あ、はい、それも自由席だけで何両あったんでしょうかね、普通5両ですから、4両増結で、確か自由席も本来だと2両ぐらいしかない、2両ぐらいしかないですよね、多分4両ぐらいあったんですよね、すごいですね、そういうのもあって、割とよ結構ゆったりして帰りは帰ってこれましたよね。それでも新札幌まではぎゅうぎゅうだったんですね。そうです、すごい。それじゃあですね